新年明けましておめでとうございまーす。すごいめっちゃ新年感じますね。<laughs> もうついに2023年になってなってしまったなったんですけども、はいもう1月7日私のねラジオ番組今年が初めての放送ということで。 佐々木さんラジオ番組持つ手をかっこ借りタイトル変わってないのかと思われるかもしれないんですけどちょっとねまずは私の番組を初めて見てくださった方もいるかもしれないので軽く私の自己紹介からさせてくださいえっと佐々木理恵と思え佐々木理恵ってヤい新年から <laughs> 佐々木理恵と申しますえっと北海道出身です えっと現在はですね会社員をしながら、えっと、こうやってラジオ番組やらせていただいたりとかあとはですね YouTube チャンネルでちょっと YouTube の活動させていただいたりとか表に出る仕事をさせていただいてます。えっととはでですね、えっと、18歳で上京してきてきから えっと20代前半ぐらいからアイドル活動をして、29歳の時にアイドル活動を引退して、海外に留学して、帰国したのが30歳の時でみたいな、いろいろ経緯はあるんですけど、そこら辺はね、ちょっと話すと長いので、私のツイッターなんか、チェックしていただけると嬉しいと思います。すごいわーっって急に喋ったんで <laughs> あこちら私のツイッターになります。もうね去年ね、ねあの本当にフォロワーが何百人、800人ぐらい減ったんですよ。すごくないですか、800人フォロワーいるって、私、なんかしたっけと思って、本当に800人ぐらいフォロワーが減ったっていう事態になって、はい、驚い私自身もあの驚いたんですけど、はい、こちら、私のツイッターです。こちら見ていただけると、ちょっと私のことが、ね、いろいろわかるかなと思います。はい そしてですね、あのー、こちら、鳥越屋ずいリー FM さんでラジオ番組させていただいてるんですけど、こちらはですね、皆さんが気軽に一緒に参加できるこうみんなでこう番組作っていこうみたいな参加型のラジオになっているのでぜひぜひ、あのー、私の、ね、事務所のスタッフさんが一緒にこうラジオ番組出れるよーだったりとか、番組見学来れるよーみたいな案内のサイトも作ってくれているのでこちらもですね、ツイッターにちょいちょい告知させていただいているので。 ご覧よろしければご覧になってください <laughs> はいそしてこちら本日もですねコロナ対策についてのお話しさせていただきたいと思います演者スタッフの検温は毎回行っています換気は50分に1回行っています番組入り開時スタジオ内全て消毒しています除菌機器を導入してますプラススタジオにはちゃんとね窓があるし緊急車両のサイレン台東区の放送 緊急放送がマイクに入りお聞き苦しい点があると思いますがご理解の方よろしくお願いいたします安心してくださいちゃんと感染対策はしてますはいはいてなことでですね新年すっかり開けてしまった開けてしまった <laughs> と思うんですけどどうですか皆さんどんなお正月を過ごしていますかどんな年末年始でしたかっていう話になるんですけど実は私今日これ <laughs> 言っていいですよね収録なのでまだ私これ12月29日なんです <laughs> 待ってすごいこんな豪華なあの効果音があるなんてそうなんです驚くかもしれないんですけどあのまだ年明けてないんですねそうなんですで年末年始意外と忙しくてですね私はちょっとあの今日話す話はあくまで年末年始こんなふうに 過ごしましたの各仮予定みたいな感じなんですけど <laughs> まだで,ですね、あのー、大掃除してないんですまだで大掃除しなきゃやばいなと思ってて多分今日この収録後も帰って大掃除です <laughs> っていう予定になりそうだなって感じしかもまだクリスマスツリー閉まってないですやばいですよねいやあのー、本当にあに、のー、初めての今年初めて会社員になって12月はこんなにも繁忙期なんだみたいな まあ、あとイベント関連も12月ってすごい多いじゃないですかあのー、イベントでで自分が出たイベントとかもすごく多くって会社の繁忙期とイベントのまあ忙しい時期みたいなのがもうがっつりかぶって結構忙しかったんですけど私は全然忙しい方が好きな人なので全然ありがたいな忙しくて幸せだなみたいな感じでで最近はちょっと、ね、寝る まあもうちょっとって感じのなあ感じでちょっと今日もちょっと眠いんですけど <laughs> 正直ね正直話すと隠してもしょうがないんででなんかそんな感じで年末になっちゃってで今日ツリーをしまってないってことにも気づかなかったので今日玄関見てツリーあツリーじゃないじゃんもうみたいなえこれ帰ったら即ツリーしまおうみたいなでもあれですよねなんだっけひな祭りはひな人形をちゃんと早くしまわないとなんか娘が なんか嫁に生き遅れるから早く片付けろみたいなのことを言われるらしいんですけどクリスマスはそういうのないもんねしかもさ私自分のお母さんがすごいちゃんとそういうのを守る人でちゃんとねお嫁に生き遅れたら困るからってツリーをすごいちゃんとリーじゃない <laughs> ひ,な <laughs> ひな人形 <laughs> すごいちゃんとしまってくれてたんですよすぐひな祭り終わって次の日みたいな感じでねなのにあの全然生き遅れてるんで <laughs> 結果関係ないですね <laughs> <laughs> いやー今日帰ったら釣りしまわなきゃみたいなしかもさあの大掃除っていうのかななんかその実家にいる時とかも自分の部屋とかすごいやってたんですけどあの1人でさ全部さ流しとか台所とかってさいわばお母さんが担当してたっていうか実家だとでもあの大人になって流しとか台所って僕はもう全部含めて自分でやるじゃないですかで今までちょっと 大掃除と言いながらも結構なんだろうまあ普段の掃除よりちょっとしっかりしてるかなみたいな掃除をしてたんですねでもなんか今年はなんかインスタ見てたらなんかあまりに大掃除のコツとか大掃除のやり方って出てきてすっごい本格的にみんなやってるの見てあこれは私本格的にやるしかないなみたいな気合に満ち溢れてるんですよ でも怖いのは、私、そういう大掃除用の洗剤とか大掃除用の道具みたいなのを買って満足しちゃいそうな気がして、ちょっとあの本当にあのちゃんとやります。そして、ちゃんと大掃除したかどうかが分かるのは、ですね私のツイッターか <laughs>、次回のねあの第3土曜日の放送になるかと思います。<laughs> ちゃんとね、掃除して、大掃除して迎えたいなっていう気持ちもあるんですけど、って言ってもね、私、あの本当にしっかりしてそうって言われること多いんですよ、見た目。見た目っていうか、なんか、 ちゃんとしてそうだよねって言われることが結構多くてちゃんとしてそうに見えると思うんですけどめちゃくちゃ実は大雑把でガさつな人間で中学校3年生の時あの実家に行った時はほら毎年大掃除12月の冬休み入ったら年末ぐらいに「はい大掃除しなさい」みたいな感じで自分の部屋は自分で大掃除させられてたんですけどなんか中学校3年生の時だから15歳の時の大掃除の時になんかあんた物多すぎみたいな。 母親に言われてもう断捨離しろみたいなで断捨離してたらあの思いもやらないものがいっぱい出てきてチトセアメが出てきたんですよ15歳でチトセアメってと思って七五三ってことは最後7歳じゃないですか7歳の時にもらったチトセアメが15歳で出てくるって8年間あっためたチトセアメが出てきてで他にもなんかめっちゃ汚いぬいぐるみとかカビたなんかとか食べ物とかがいっぱい出てきておもちゃ箱からしかも。 もうあの弟にこんなお姉ちゃん嫌だって初めて言われたのがその日でしたもうお母さんもドン引きなんかもう全部捨てろーみたいなもう超ブチギレられてもういるものもいらないものもわからないまま使ってないものは全部なんか袋にブワーって入れられて後日、分別するからとりあえず全部回収みたいな感じで回収されたっていうなんかね捨てれないのがすごいあってなんかねだ,めそうだからこう。 部屋が散らかるタイプの人,人間でですよねでも本当に最近は何でじゃあこれがねちょっと綺麗にしなきゃって変わったかっていうとなんかカナダに行く時になんか家を引き払わなきゃいけなかったんですねでその時も私はそこまで自分の部屋が物多いと思ってなかったのでも引き払う時にね見積もりあのもう回収業者に来てもらうしかなくてコロナ禍だったからあの大型ごみ回収の回数が減っててあんまり回収してもらえなかったんですよ っていうかかなんか家出る2ヶ月に1回とか,なんかねすごい回数減らされてて連絡したらあ,のあ,のあなたの引っ越しの日までに回収日ないですって言われてのでもうあのお金払って有料で持って行ってもらうしかないって言われてじゃあ有料の会社に頼もうと思って見つ盛り取ったら最初ね5万とかって言われてたのねいざ当日来てもらったらあのこれ遺品整理のレベルですとあの本当に遺品整理のレベルでしかも5万とかじゃなくてもう9万ぐらいしますって言われて9万8千円ぐらい払ったんですよ もう物多いとお金かかるんだと思ってなんかいいこと何もないじゃないですか部屋掃除するのも大変でなんか汚い <laughs> お金かかるみたいなもう何にもいいことないなと思ってあこれはだめだってなって全部あの引き払ってなんか本当に大事になったが手つテーブル,ーブルお気に入りのちっちゃいテーブルだけちょっと、ね、置かせてなんかこう取っておいてもらったりとかしたんですけど他は全部本当に。 捨てた時に思ってでもう荷物めっちゃ減るわけじゃんその時に思ったのがなんか物持ってていいことないなみたいななんで基本的に1年間使ってないものはもう捨てようみたいな感じで価値観が変わったんですねなんかそれからあの気をつけようみたいな風にはなったんですけどとはいえさやっぱ服とかはさやっぱ女の子を持ってんだけどダメだよね特にね表に出たりする時にさいやマジで私カナダから帰ってきた時にすごいミニマリストになりすぎて服がないみたいな 服内どうしようみたいなさすがに周りに服買った方がいいって言われるぐらい服持ってなくてさすがになんか服って大事だなって気づいたそのやっぱ仕事で着なきゃいけない時多いのにあいつは、まあ、毎回同じ服だなと思われるのはさすがにねまずいと思うんでそこは大事だなと思ったんですけど最低限もういらないものはいらないみたいな感じに買われました。やっぱり物が多いこととで1回苦労すると やっぱ人から言われてもダメあのそのこんなお姉ちゃんやだとか言われてもなんかでも自分には悪気がなかったから直そうと思わなかったえちっちと生め取ってはった自分受けるぐらいの感じに思ってたんですよでもなんか本当に自分で9万ももう10万ぐらいも払ってトラックでもうバーって積んでもらってこれ遺品整理ですよってねえ言われたらなんか私って本当になんか何やってんだろうみたいなでさ結局さいろいろ買ってさお金もかかってるのにいらないわけじゃん とと思っっちゃって物を買ううことににすすごいね躊躇するようになったったていうそうそなななんです話なんでですす話けどなのでねちゃんと今年は大掃除もして年越しして来年新しい気持ちで迎えたいなと思ってますそうなんですよまああとさどうなんですか皆さんってなんかこう毎年今このラジオを聞いてくれてる皆さんあのねこれ収録なのでツイッターのメッセージ読むことができないんですけどなんか。 どんなお正月を過ごすのかな定番の過ごし方ってあるのかなみたいなこれなんか結構人によって違うじゃないですか正月定番の過ごし方っていうのかな人によって違うと思うんですけどなんかほら実家にいるとさあのあそうこれびっくりしたんですけど東京とか関東っていうか関東な,なんていうんだろう1日におせち料理食べるんですねですよね え私、北海道の人、31日に食べるんですよ。えー、そうなんです、これ、私、えって、なんか、友達と喋ってた時かな、なんかね、あの、実家帰ってる、年末年始、実家帰れることって、なんかやっぱアイドルとかしてた時ってすごい少なかったんですね。っていうのも年越しに何かあったり、年始すぐ何かあったりとか。 あとは航空券がすごい高かかったりとかあとあ年末ぎりぎりまで仕事30とかさ28とかまで仕事しちゃってあのまあ航空券高いのしかないいやちょっとこれを払うのはなって思って帰るのやめたりとかあとは30まで仕事しちゃって大晦日に実家帰ったら空港まで迎えに来る親に迷惑だとか考えて結構帰ることす、まあ、そんな多くなかったんだけどたまたま帰った年になんか。 みたいな友達とかと連絡取っててえテー、まあ、みんなでご飯食べてるってテーブルの写真撮って送ると「えっ何でもうおせち開けてんの?」みたいな言われて「えおせちって31日から食べるんじゃないの?」みたいな <laughs> っていう感覚の違いでなんかこれうちだけかなと思ってたらどうやら北海道はそういうなんかあるらしくて。 そうなんですだから毎年実家にいた時は31日29ぐらいから黒豆を煮たりとかだて巻きを作ったりして31日の朝早くおばあちゃんのうちにエプロンを持っていっておせち料理を一緒に詰めるっていう作業をするのが定番でしたそうなんですそう意外とそういうことするのよ私ね料理作んなさそうって言われるのコンビニで、ね、ご飯毎日買ってんだろうとか言われるんですよ顔のイメージなのかななんか料理しなさそう料理しなさそうですか私ちょっと知らん <laughs> いやスタッフさんが素直で面白いんですよあの料理ほんに言われるんですよなんか料理しなさそうとかコンビニで買ってそうとか毎日外食してそうみたいなでも私マジで毎日料理するんですよこれえ意外ですよね意外ですよねえちゃんとするんですよお寿ちも料理もちょ作れたりとかもするしちゃんと鍛え上げられて意外とちゃんと料理する女なんですよどうですか皆さんあのねえ あの結婚できない理由に料理できないからだろうとか勝手に妄想されていろいろ思われてるんですけど料理はできるんですよでもね料理ができて、まあ、ある程度さ綺麗にすることも覚えて結婚できないって他に原因あるんじゃないかって多分思われて余計なんか地雷感が増 <laughs> <laughs> してると思うんですけど <laughs> そうなんですあのおせち31日に食べるっていうのとあの ね、びっくりしてだから「えっじゃだからびっくりして東京の人じゃない食べるの31日」って言ったら「そば」みたいな「えっそばだけ?」みたいなえもうもうびっくりうちの実家おせちのおまずお重の3段ぐらいのやつが並ぶあとお寿司が出るプラスなんか、まあ、地元でこうちょっといい鶏料理屋さんの鶏を頼んで出るお刺身出るカニ並ぶみたいななんかもうあの「千と千尋」のあのなんかぶわーってごちそう並んでるみたいなテーブルになるんですよ それをなんか夕方4時5時ぐらいからおばあちゃんの家に集まってなんかお父さん方の親戚で食べてでみんな早い時間からお酒飲んだりするから「紅白」始まる前にお父さんとか一回寝るんですよ。多分疲れて食べて飲んで疲れて寝るんですよ。そっからなんか紅白始まったらお父さん起きてきてでまあみんなだらだら食べ続けてその後なんかデザートでケーキみたいなのが出てきてケーキも食べてその後と11時ぐらいになったらそば出るんですよ。 すごい食べさせられるのっていうのがもう大晦日なんですよ私の中ので次の日の1日の朝はあのおばあちゃん家ちでお雑煮を食べるお雑煮は1日食べますか皆さんあ食べるんだお雑煮は1日は一緒なんですねそうなんですだからちょっとまあ北海道の人ってか、ね、これがこうそうだと思ってたからなんかお正月に31日まで働いた時に 年越しライブかなした時にねあの「お疲れ様でした」って言って「どん兵衛ボン」で渡されたんですよ「え大晦日かそばだけなんだ」みたいな <laughs> つらいよあのね年越しライブして1日になってみんなでこう「1日になったから」ってメンバーと初詣行ってもらったどん兵衛を早朝に家で食べるのつらかったえマジでつらかった それ帰れない時いでもその年のお正月は確かね3日ぐらいから帰ったんですよなんか航空券安くなる時期に帰ってだから1日帰ってきてまずどん兵衛1人で食べてで寂しいからあのメンバーと電話したかったんだけどメンバーは逆にあのそんな遠くなければ新幹線とかで帰れるじゃないですかで新幹線確かその年 少し前は混んでるけど逆に年越しちゃったら別に1日も2日も3日もそんなに混んでないみたいな感じで帰るから寝るみたいな感じで電話確かしてもらえず寂しくどん兵ーせす,すり昼過ぎまで寝て起きてなんか適当なお笑い番組つけてであスーパー行こうと思ったら全然やってなくてねえびっくりですよねでなんかなんだっけあのコンビニとスーパーの間みたいなちっちゃいのあるじゃないですかなんかわかりますなんかなんだっけマイバス的な感じの ところに行ってなんか鍋の材料買ってきてき鍋なんか34人前ぐらいの鍋作ってそれを1日の夜2日の朝昼夜まあ、食べるっていうつら <laughs> かった <laughs> っていうのが結構私の年越しのなんか東京で過ごした一人年越しの思い出あとはタイミングが合う年越しの時は結構友達と年越しすることが 多かったりそのギリギリまでお互いギリギリまで働いちゃって航空券が高くて帰れなかった地方のこの会みたいな <laughs> 感じの友達でなんかでも私結構北海道でめっちゃ仲いい友達っていうよりかはなんかわからないけど九州のことめっちゃ仲良くなること多くて九州のめっちゃ仲いい子九州が多かった、まあ、あと関西とか九州が多いんですよねだから東京の子かそ ん西日本側の友達が多いって言うんですか逆に私あの上の友達全然少ないです何かわかんないけどそうなんですよだからなんか北海道出身の子でめっちゃ仲良し東京で出会ったけどみたいな子があんまり多くないですねだから結構ね西まあ新幹線で帰れる距離の子は年末年始帰っちゃうしでだから九州必然的に九州の帰れなかったぜの子が。 残ってたたら九州のこことと年越ししたことあります何だっけ数年前はあのせ私ビールすごい好きなんですよでその子もその女の子もビールすごい好きで世界のビールが飲める店みたいなところで2人で女2人であのしかもそういう時ところさ大みそか混んでると思ったらさ私たちしかお客さんいないのね <laughs> <laughs> 店員さんもさめっちゃ暇そうにしてなんか開けててもらうの申し訳ないなみたいな思っちゃってあの年越す前に出た <laughs> 年越す前に出てやってる店はしごしましたそうですっていうのがありましたね懐かしいそうですねえだからこっちなみに今年のねお正月はですねどんな予定になるかっていうと 今日,あそう今日はこのラジオの、ね、収録29にさせていただいて、まあ、大掃除してで、明日がですねあのカナダからカナダからというかカナダで出会った日本人のお友達が実は、ち実は超複雑なんですけどカナダで出会った日本人の子なんだけどその子はいわゆるジャパニーズカナディアンなので、えっと、お父さん、お母さん日本人だけど国籍カナダなんですね。もう カナダで生まれてカナダの教育受けてきてで英語も日本語もペラペラで韓国語もペラペラなんですけど今年、あの韓国に留学しますって言って韓国に留学しててで今、多分年末だからあの家族カナダにいる日本その自分の家族も日本に来るしで韓国にいる多分その子も日本に来て家族で年越し過ごすみたいな感じらしくて日本に行くんで会いましょうってなってそんなことめったにないと思うから会いましょうみたいな。 こっちがさカナダに行くよりさ日本に来てくれてる間にさどうにかスケジュール調整して会わないと会う機会ないじゃないですかなんで、あのー、その子と明日はね会いましょうってなってランチ行こうかなみたいなでまあどうせ私大掃除中にね漫画読み始めたりとかして大掃除終わんないだろうからそのあふれた大掃除をまた明日も2930でそれやろうかなと思ってますで31日がですねあのー、その九州の子 数年前に一緒にビールを飲みながら年を越した九州の子はですねあのなんともうねあの家族がいるのでそこの家族宅にお邪魔させていただいて一緒にあの一人で寂しいだろうから誘ってくれたんだろうねきっと <laughs> あの一緒に鍋します鍋しますそうでなんか手持ちぶさでて申し訳ないなと思って弟にお願いしてあのカニをその子の家に送ってもらうように お願いしてて送っっもらニ鍋です鍋島で年明けたらちょっと一瞬ね実家に帰ります一瞬なんですけど実家に帰ろうかなって思ってますでまたねすぐ戻ってこなきゃいけないんですけどちょっと仕事がねあるのでっていうのが私の年末年始の過ごし方ですなんかね今年の年末年始やることないどうしようって思ってたんだけどすごい意外とキツキツになっちゃってまあそんなあ年末年始も結局忙しいなみたいな なんかみんなはだからさ逆にさ早い人ってもうクリスマス明けぐらいから仕事会社休みじゃないですかで長い人って10連休の人とかいるじゃないですか10連休何してるのかなって純粋に思いませんこれえ 10, 10, 10, 10日も休みって何するんだろうみたいなね思っちゃってなん,なんか私1010日も休んだら多分もう何もしたくなくなるんだよねから 逆に皆さん何するのかなってなんか初詣行く人もいるだろうしねいろいろいると思うんですけど皆さんはどんなお正月を、まあ、過ごしたのかこれは7日放送なので過ごしたのかちょっとねあのまあこの放送を多分私宣伝すると思うんでその宣伝したツイートにリップでどんな正月を過ごしたか教えてほしいなと思います、うん、気になるお正月どんなふうに過ごしたかめっちゃ気になんかえだってさ もしこの私予定がなかったらすごい暇だったわけじゃないですかだからすごい暇だった場合ってどうやって過ごすんだろうみたいなと思ってちょっと純粋に教えて欲しいです <laughs> でもどうだろう去年1年前2年前とかに比べたらさコロナもだいぶね1年前2年前に比べたらその帰ることもう絶対帰れないねっていうふうにはなってないから、まあ、今もね感染者は増えてるので一概におすすめすることはできないけどあの まだ帰りやすい環境環境というか雰囲気っていうかにはなったんじゃないかなと思うのでね今年いたのよ4年ぶりに家族に会いに実家に帰りますって人とかだからあよちょっとね会えてよかったねってなってしかもさ最近ほら無料の PCR とかもやってるじゃないですかなのでねあの家族の命とかを守るためにも、まあ、そういう PCR を受けて帰るのもありなのかなって感染対策しっかりして帰るのもありなのかなとは思いますよね、うん はい、というわけで、まあ、私の予定もあのシェアしたすごいねつまらない予定シェアしちゃったんですけど <laughs> はいあのお正月といえばって考えた時にさあの私ね、まあ、お正月といえば今年の運勢とかめっちゃ気になっちゃうタイプなんですよそうえかえなんかね私ね昔占い信じてなかったのあんまりいや言うてさみたいな言うてそんな占いなんてさみたいなとこあったのでも なんかその運勢とかってお正月の番組でもよくやってるしあと、なんかあの、ね、インスタとかさツイッターでも今年の運勢のなんちゃらなんちゃらとか書かれてるしあと、なんか実家だと撮ってた新聞に今年の運勢みたいなの出てくるしでなんかそういうの見るの意外と昔から好きでな運勢とかも気になっちゃうんですよだから2023年がどうなのかみたいなのもめっちゃ気になるんですけど。 そうなんですよで、ね、そういうのみんなどうなんだろう好きな、男性好きな方少ないですよね、占いって。ですよね、なんか信じないとかいう人が多いですよねじょ、でも女性は占いすごい好きだと思う、いや私、この間実、実はね年末、12月の下旬ぐらいに友達とあの C 大久保でご飯食べて占い行こうって言ってたんですよ、3人でね、もうあのご飯食べてもう占ってもらおうみたいな。 行こうって言ってて言たんだけどそのスケジュールがちょっと都合が合わなくてリスケされてしまってなんか占いに行けてないのまだだからめっちゃちょっと見てもらいたいんですよでなんかなんでじゃあ占いとかね行きたいかっていうとなんかさめっちゃ100なんかまあ信じるか信じないかっていったら多分信じてる方なんだけどでもなんかおかしなこと言われても信じないよあんた明日死ぬとかマジで信じないけどあの こうした方がいいよとか,なんか迷ってることが2つあったりした時にどっちがいいのかとか決めるのに占いは結構ありだなと思っててそうなんか楽しいしあと普通に楽しいあのめっちゃ信じてこれでどうこうっていうわけじゃないけどなんか一つのエンターテイメントとして楽しんでる感じかなゲームしてんのと変わんないと思うゲームのガチャ引いてんのと変わんない気分であの、えっと、テンション上がるじゃないですかいいことあるとねだからそういうので見てるんですけどそんな中で私がね あの毎週見てる、まあ、今年の運勢とかまだ占ってもらってないしわからないんだけどあの毎週見てる占いで「BOGU」ボーグって雑誌分かります?「ボーグっていう雑誌があるんですけどそこで「椎茸占い」っていうのがあるんですね。<laughs> 怪しいんですけど「しいたけ占い」って聞くとめっちゃ怪しいんですけど「椎茸占い」っていうのがあってこれって毎週出るあの月曜日に出るんですけどそれのえっと2 0 0 5 23年上半期の占いえこれですえこれね一時期めっちゃ話題になってこれ当たるみたいなそうなんですよこれめっちゃしかもいろいろ書いてくれててしかも怖いこと言われないんですよだからめっちゃいいんですけどこのシイキ占いってそうこれは私もうすでに見ました私20002私双子座なんですけど2023年の双子座はですね あほらこうやってねまず週で出てくれるの週でも出るし2023年も出てるんですけど週も見てるの毎週そうなんですこの1月1日までの運勢はって言っていろいろ書いてくれてるんですよ今週のあなたはみたいなえこれをね見て励まされてるのそうでこういうの見ながらあえそうなんだみたいなでも私ラッキーカラーとかね言われてもねマジで使わないしねあの忘れるんですけどなんかちょっと気分落ちてる時とかに見るとよし頑張ろうってなります でなんか2023年ねあのね見たらね私なんかねあれらしいですよ何だっけ社長になる星みたいなのがあるらしいですよすごくないですかいやでも、ね、それはちょっと危ない会社が危ないから私が社長になっちゃうとあれどうかと思うんですけどでもそういうの見てえー、なんか意外と仕事うまくいきそうでモチベ上げるみたいなそうなんですかかしかもさ占いに1人で行くっていうよりかは友達とかと言ってなんか友達の聞くのも楽しいのその時間も含めて楽しいの っってていうのがあってなんか友達とこの間行こうとしてたって感じなんですけどそう昔からなか昔の方がもっと「へえもう信じないよ」って感じだったけど最近の方が信じちゃうかなそうこの「しいたけ占い」でね私ね1回ね占いを信じるきっかけになったっていうか1回ガチな占いに行ったことがあるんですガチな占いもう1対1で予約もメールでやり取りして取って50分間見てもらえる そうガチな占いになんか事前に生年月日と生まれた時間を共有しておかなきゃいけないんですよ名前とで、まあ、何の情報それしか情報を与えてないわけですよでこれはね友達の紹介で言ったんですけどそとそ女友達がその例えば自分の大きな決断をするときに占い行くんだって言っててえまたまたと思ったけどでも確かに年齢上がれば上がるほど決め事するときちょっと躊躇しちゃったりとか あと責任も出てくるから感覚だけでいけない若い時のそのなんて言うんだろう10代の頃にこっちにしちゃえみたいなで何かあればどうにかなるじゃないじゃないですか大人になってくると仕事もしてるしね環境もあるしみたいなそういう時に占いを使うんだみたいな話をしててまあ、1個の,のこう何て言うんだろうああそういう考えもあるねみたいな感じで使うって言っててああなるほどみたいなでさしかもびっくりしたのが結構会社の社長さんとかも占いで決めてる人多いっていうのを聞いてもうだから いろいろありすぎて判断できなくなるから息抜きみたいな気持ちで行く方多いって聞いてあじゃあ行ってみようってなって行ったんですねで個室で1対1であの、ね、占い師の方女性だったんですけどお話しし,てした時にあのどういう性質を持っててどういう仕事が向いててこうするとうまくいって1年の中でこの時期はうまくいかないみたいな教えてくれるんですよ。だからこの時期 この何月何日から何月何日まではあなたは重要な決断を控えた方がいいとかあとなんかあのねはっきり言ってねあのす,ごすごいいいなと思ったのが何年に結婚できるよとか教えてくれないのただ結婚するならこの時期がいいよとかそういう感じで教えてくれるだ,だから信用できるというか,あなんか方向転換するならこの時期とかっていうのを教えてくれるですよね。 そういういのを教えてくれるんですけどで私は結構その時仕事のことが不安だったのでお仕事のことを聞いてみたんですねそしたらなんかその私えこれこれ本当にあのに感動したっていうか私自分の職業行ってないのにあの表に出る方が向いてるって言われてで表に出る方が向いててっていう話をされてで 初めてて職業を話してでも私、その時まだアイドルだったんですけどなんかアイドルやっててみたいな話をしたら私あの思って基本的に表に出る仕事ってすごい向いてるらしいんですけど一番向いてる仕事女優って言われたんですよでいやいやいやみたいな私絶対無理だからって思ってあのそれは信じてないです <laughs> 女優は信じてないどこで女優なんだよと思ってそれはマジで信じてないですね いのそ,のそれだけは信じてないけど表に出る仕事向いてるっていうのはあのすごい信じたいなと思いました信じてるとか信じたい <laughs> なんかそうであったらいいな,なんかあ頑張ろうと思えるじゃないですかなんか辛いことがあってもでも私これ向いてると思ったらなんかこんなことに負けてられないなと思うからいいなと思ったっていうそうなんですよでもなんかすごいあの当てられて なんか恥ずかかしくななりますよねなんか全部見透かされてる気がしてなんかこうやって思われてるけど実はこうでしょうとかまで言われるとなんでわかるのみたいなあとなんか一番つらかった時期とかまで当てられたんですよね何年前つらかったねとかここ大変だったねみたいなこと言われたりとかあとなんかこの時期のこの出会いがあったから今こううまくいってるからこの出会いは大事にしといた方がいいよとかの。 出会ったタイミングとか仕事につながったタイミングとかまで、ね、全部言われてえすごーってなってっていうのがあったんですけどあのそれ以来そ,そこには行ってないですねでなんかガチな占いそこからずっとしてなかったから久しぶりと多分もう5年前ぐらいなんですよねそれに行ったのがだから久しぶりになんかガチな占い行ってみたいなみたいな感じで最近占い行きたいなと思ってます ななんかなんかだろう、ね、やっぱ今年の運勢とかの時期になると占いとかがすごい出てくるからまあ、でも、そうだよね占いって信じる人、信じない人真っ二つに分かれてるからなでも友達でめっちゃ面白いのがもう時間もあるしあのお金にも余裕あるからなんかいついつ毎月何十件も占いしちゃうみたいな人いましたなんかもう本当に当たるのかみたいなもう物は試しの検証になってきてるって言ってました。 不安があってやるってうよりかは本当に当たんのかなっていう気持ちでやっちゃってるって言っててでもそういう風になんか占いなんかなんて言うんだろう本当に娯楽としてありですよねそれに左右されたらやばいやばいというかそれに左右されたらおかしくなっちゃうからまあ左右されすぎる必要はないけど娯楽としてあのー、ねああ今年こんな感じなんで頑張ろうっていうのはありな気がするちなみに私しいたけ占い以外にも あのなんだっけ、占いなんだっけ6星宣星術術とかも見るんですよ、これあのこれはでもあの昔、お父さんが見ててああのあれです細木和子さんの占い方の方法で,で家族みんなでなんかパソコンで生年月日入れたら何星人みたいなのがわかるんですよ、で調べてそうそれでも見る。 それでも見てそれは普通にその仲いい親友とかともえ何星人来年微妙らしいよみたいな話とかあの電話でするぐらいあの話すこともあるって感じですそうなんですよでも私ねこういろんなねそういうサイトで見たけど来年はとりあえず大丈夫そう <laughs> 来年はとりあえず大丈夫そうなので来年もバリバリね頑張ってあのお仕事を頑張りたいなと思ってますもうねいい時にバーっていかないと。 こう停滞すると一回止まっちゃうるみたいなのがあるからそういう時に新しいことを始めようとしてもなんかうまくいかなかったりとか邪魔が入ったりするらしいんですよねだからなんかそういう時に休憩できるように今このいい時期にめっちゃ頑張っとこうって思ってますそうなんです何か私結構詳しい人みたいになってますね <laughs> 面白いそうだからなんかえ逆にみんな,なんかガチで占ってもらってさこういうこと言われたとかこういうこと言われたってあればの教えてほしいなんか面白かった占いのエピソード ちなみに私はあのめっちゃ一回なんか面白かったというか気軽に友達の付き添いで行った占いであの「あんた死ぬよ」って言われたことがあって「ええー、みたいな「あんた死ぬそのままだったら死ぬ」とか言われて急にえそれめっちゃ怖くってでなんかその時にあの「トマトジュース飲みな」って言われてそっから怯えてなんかトマトジュース飲むようになっちゃいました <laughs> でもさ「死ぬ死なない」って言うってなんか超嫌じゃないですか しかも私別に興味なく行ったのにみたいな。なんか占ってもらうというか付き添いで行ったのにと思ってあ、それ以来なんか、それが結構昔なんですけど、一回そこで抵抗ができちゃったんですよね。だからね、そういうの言われないようなところに行きたいなって思ってます。で、まあ、占いといえば、占いはさ、なんかまあ運気の流れとか、本当に占いじゃないですか。でも、私占いじゃなくて診断も好きなんです。診断がもう好きで、 1> で1回これはマジで面白いなと思ったのがなんかね MBTA 診断っていうのがあるんですよこれめっちゃ面白くて MBTA 診断って結構なんか適当な診断じゃなくて100問ぐらいやらされるのでなんか20分以内にやれみたいな感じでめっちゃ細かくいろいろ聞かれてで16の方から「あなたは何型です」みたいな感じで。 なんとかなんとかなんとかみたいな4つのアルファベットで構成されてるタイプを診断されるんだけどこれなんかアメリカの就職試験とかあとなんか韓国のなんかアイドルグループ作ったりする時とかにどういうタイプで構成したらうまくいくかみたいなのを見るためにこの診断やらせるところが多いらしいんですよそうなんですだから実際に本当に意外と正確っていうかそうなんですだから MBTI 診断これねお正月暇な方ね お正月じゃないのか1月7日だからあのー、暇な時間がある方やってみてほしいです MBTI 診断これめっちゃ面白いんですよこれも結構恥ずかしくなる日はこれです MBTI 診断基本適正これ動物版ですけどあのいろんな動物じゃないやつもあったりとかしてテストのねこうやって受けれます本当無料で受けることできますそうなんです 私は ENFP っていう方なのでなんかね、あるんですよね ENFP。こに動物にするとどれなのかわかんないんですけど ENFPENFP EN です。すごいなんかいろいろ動物に例えられてるの面白いですね ENFP え、なんか これね、友達同士でね、とかなんとかだったって言うとね、なんとなく分か,分かるの。あなるほどね、そういう気質ね、みたいな。あ、私、象ですね。自由を愛する社交的な運動家。そうなんです。え、これ、私ね、そう。で、これ、象型ってされてますけど、あの、他のサイトでは、広報運動家みたいな言われてて。そうなんですよ。この。 共感力。これえ私何が足りないのえ、なんか管理力やば。管理力やばい。<laughs> 管理力と思考力やばくないですかこれ。あと活動力もやばい。そうなんかね、この私の方は、あのー、ルーティンワークできないんですよ。 ルーーティンワークができない。なんか毎日同じ電車に乗って同じとこに行くとかが本当にできない人で管理されてるのが本当に嫌いあとなんか虐げられたりとかこれやってあれやって,ってとかなんか、これとこれとこれがみたいな管理されてたりとかずっと多分見張られてるのかとかが苦手な人ですめっちゃあのそうなんですよで継続的に計画を立ててなんか、続けられないみたいなこと確か言われてた実務能力ゼロとか言われてたの あ、同じタイプのキャラとか有名人とかも、ね、見れるんですね。あ、ディズニー、ウォルト・ディズニー。あ、嬉しい。アンネ・フランク。BTS の V さん。へえ。ピーターパン。<laughs> 心配心配ピーターパンってなんかピーターパン症候群とか言われるじゃないですか。あ、そう、ワンピースのルフィとも一緒っていうのは、そうですね。へえアリエル。面白い。 ねちびまる子ちゃんのキャラとかでも一緒「ドラゴンボール」とか「ガッシュ」えー、すごいいろいろあそうあのねこの私のタイプは確かに何か漫画の主人公のタイプがこういうタイプが多いらしいですそうなんかあの家族王に俺はなるみたいな感じで勢いだけで進んじゃって色々いろいろ何も考えてないみたいなっていうタイプに多いんだってこれめっちゃね面白いんですよあのやぜひやってみてほしいしなんなら性格ちょっと合ってる 私うるさいいこと言われるの一番嫌いで <laughs> めっちゃ合ってますなんか怒られるとダルーってなっちゃうタイプなんででねこれねこれすごかったのがこれってすごいあの海外でやられることが多いのであの韓国人とかの友達とかも結構その留学中に「あっ知ってるやった」とかそのそういう話が多くってでなんかその会社の 人かなその私普段は留学系の会社で働いてるんですけど留学系の会社の人にこの診断あの面白いですよって話したら結構みんな学校でやったとかその留学中に学校でやったとかいう人が多くて何型でしたみたいな感じで盛り上がってなんか全員こうこの人が何型でこの人が何型でってやってたらうまく会社誰もかぶってなくてえすごくなんかすごいうちの会社バランスよく構成されてるんだなって。 思ったのとプラスなんか社長だけまだやったことがなかったので社長にやってみてくださいって言ったら私と同じ方だったんですよねでもこの方の人結構やばいんで <laughs> あの <laughs> そうなんですよ結構やばいんですよこの職業でもなんかすごい恥ずかしながらめちゃくちゃ当たってるんでみんなもぜひよかったらやってみてほしいなって思います本当に で何かかかね教えてししいいいに恥ずかしいぐらわるそして私の型を見てくれれば私のあの意外なところが理解できると思います <laughs> 家のヘピーでもなんか見られたらあいつやばいじゃんと思われそうでちょっと不安ではあるんですけどでもねこういうの見てなんか適色とかまでわかるんですねこういうの向いてるああいうの向いてるみたいなで私は本当に経理とかジムに全く向いてないみたいなタイプらしくてそうなんですよなんか カチ,ッなんかカチッカチッとした規則正しくやったりとかすることに向いてないみたいなそういうのまで出てくるからおすすめそうなんか私なんだっけえー、なんか経理の仕事とかちょっとやってみようかなって思った時期あったんですけどこれでマジ向いてないからやめろみたいなの書いててやめました <laughs> なんか私自分の中でマジで適材適所だと思ってるから向いてないことを頑張る必要ないと思ってるタイプなんでぜひねあのおすすめです はい、というわけでもあっという間にね時間も迫ってきたんですけど、ちょっと最後の最後にですね今年の目標この一発目だからやっぱり今年の目標みたいな話をしたいと思うんですけど、まあ先ほどもねあのもうお話ししたと思うんですけど今年は2023年は2022年にいましてあのもう仕事をねバリバリやっていきたいと思います。これに尽きる。なんかちなみに2022年の目標は人付き合いを大事にするっていう目標だったんですね。 っていうのは私結構外に出るのがおっくりになったら人に会わなくなっちゃったりとかあとなんかめんどくさいなと思う付き合いとかにあまり顔を出せないタイプっていうか家で結構一人でいる時間も好きなのであんまり予定きつきつになってくるとあーもうちょっと疲れた家でちょっと一人になりたいとか毎日毎日人に会い続けると疲れたってなっちゃうタイプだったんですけどでもなので結構予定とかも誘われてもごめんちょっと疲れたから。 とみたたいな感じだったんでですねで結構家でダラダラする時間長めだったんですけどなんかせっかく知り合った人がいるんだったらもう全力で人に会おうみたいな感じでそれもあって忙しかったですね2022年はとにかく人に会うみたいな。でそれは結構海外にいる時にここでしかない出会いかもしれないのにそれを逃したらいつ次はいつどこで会えるかわからない。 で人との出会いいって結構チャンスじゃないですか。それっていつか例えば思い出してもらえて「そうだあの時会ったあの子がこうだったな」とかっていうものもあるからできる限り人と関わっていろんな人と出会ってその時を楽しく過ごそうって思ったから、まあ、去年は本当に人にね人に会いまくったんですねで今年はじゃあお仕事バリバリしようって思います 仕事にとに,くに注力してもう疲れたとか疲れてないとかじゃなくても、仕事とにかく頑張りたいと思ってますねはいみんなの目標は何ですかねあとまああとねもう本当にこれは健康第一これは本当にこれは本当に目標にしない人いない健康第一 <laughs> そうですねそんなまあ個人としてはそんな感じですかね周りに対してとかはねもちろんまたねいろいろあるんですけどね そのこういう風に返していきたいとかはあるんですけど個人としてはもう今年も仕事に生きるって決めてます <laughs> はいというわけでですね告知事をしていきたいと思いますえっとラジオの放送は次2週間後になるので1月21日の土曜日の18時からになりますこちらはですね生放送になるので是非ねリアルタイムで見ていただけたら嬉しいなと思いますで リアルタイムを逃してしまった方はですね2週間放送から2週間経つとアーカイブで YouTube のアーカイブで見ることもできるのでこちらねあのまあ何か作業しながら止めたりね聞いたりもできるのでぜひこちらもチェックしてみてくださいはいあとはですねあの本当にこちらのラジオは参加方で皆さんで一緒に楽しく盛り上げていくっていうものなのでぜひねゲスト出演したいとか の番組見学来たいとか見学とかゲスト出演してくれる方は本当に楽屋からずっと一緒なので <laughs> はいあの気軽に普通に楽屋ではあの普通の話もしますし気軽に一緒に出てくれると嬉しいなと思います。はいてな感じですかね。やばいですね。もう告知私秒でで終わるじゃないですか そうえー、もう、あ、そう、前回確かラジオで、私、久しぶりにクリスマスにライブ出ます、みたいな感じで、ラジオでも告知させてもらったと思うんですけど、もう無事にね、そう、29日だから25日にライブやったんですけど、その話ちょっとしよう。めっちゃ死ぬほど緊張したんですよ。なんかライブ終わった後、しばらく食欲ないぐらいまで緊張してて、でも、ちゃんと、あの、全部、ばっちりやりました。<laughs> 全部で、4曲を覚えたのかな 4曲覚えてプラス1曲はなんか出てた出演者全員でやるみたいなやつだったんですけど無事に覚えましたでもねなんか本当にアイドルやめると物覚え悪くなってて嫌だなと思って悲しくなりました <laughs> <laughs> なんかライブ緊張したのかあのライブの2週間弱前から食欲が全くなくて2キロぐらい痩せたんですよびっくりじゃないですかなのにクリスマスライブ終わった瞬間からもう2キロ戻りました <laughs> いやーって思って <laughs> すごい勢いで食べました。はい、っていうような感じですね、だから無事であの告知したクリスマスライブは無事に、あのー、楽しく終えることができましたっていうご報告です。<laughs> はいそれではあのー、2023年もね、いろいろ、まあ、本当にいろいろ、ね、あると思うけど、できる限り楽しくみんなと一緒に過ごしていけたら嬉しいなと思ってます。 あとはね、2023年、みんなの占いの、占い <laughs> みんなにやれって言ってるわけじゃないけど、なんかどんな運勢なのかみたいな、なんか目にしたらそういうの教えてほしいのと、あとおみくじ引く人もいますよね。おみくじ引いたらどうだったのかって、気を共有してください。なんか知りたい。ちなみに私、おみくじ怖くて一人じゃ引けないんですよ。なんか、あの、だってさ、髪見てさ、なんか怖いじゃないですか、書いてること。待ち人どうとかさ。え、怖すぎて、私一回、 あのだから絶対誰かと行かないとおみくじ引けないんですよ、私。っていうのがあって、だから絶対一人で引かないし、一人で絶対行かないんですよ、初詣とか、ビビりすぎて。っていうことがあるんで、あのはい <laughs> 2023年もぜひね、この佐々木理恵の、はい、まだ番組は変わってませんけど、佐々木さん、ラジオ番組持つっていうかっこかり、よろしくお願いします。 アーカイブ2週間後のアーカイブもチェックしてほしいですしあのリアルタイムで放送を見てツイッターなどのコメントもお待ちしてますというわけで次は1月21日にお会いしましょうそれじゃあ皆さんまたねーバイバイありがとう今年もよろしくお願いします